泉谷、新進、太田、それに山崎、お前たちの使命は南雲隊長と共に18号をメタ基地に潜伏する今回の事件の首謀者を逮捕することだ。これ以降は全て南雲隊長の指示に従え、あらゆる妨害は実力でこれを排除しろ。特殊者が第二小隊最後の出撃だ。存分にやれ。ただに出発する。全員乗車。しのぶさん、差し違えてもなんてのはごめんだよ。彼を逮捕して必ず戻るんだ。俺待ってるからさ。出発。散々から世話になっといてなんだけど、あんたは逮捕するよ。全員所長を動くな。あなたが引き破壊活動防止法をその他のように貴様を逮捕する。説明はあるが、今回の一連の事件に関してあんたの情報は恐ろしく正確で素早かったよ。そりゃそうだ。あんた自身内定を進めていたっていう例の組織の一員だったんだ。あんた告げの同志だった。そして奴に裏切られた。政治的デモンストレーションに過ぎなかった計画を変更し、本気で戦争を始めるために奴が姿を消したことで、あんた窮地に立たされた。ことの性格上、公に捜査することもできんしな。そこで特殊兄貴に目をつけた。南雲警部の監視も兼ねて一石二鳥だからな。全部あんたの推測じゃないか。決起の前夜、あんたは罪を見逃した。たとえ当たらなくても、一発でも発砲すれば治安部隊が殺到する。狭い水平だ。奴を逮捕できる可能性は高かったのに、あんたはそうしなかった。なぜだ。あんたはどうしても自分の手で奴を抑える必要があったからさ。告げの企てを阻止しなければならない。奴の口から組織の全容が公表されてしまっては元も子もない。もう一つ、この後に及んでも正規の部隊を動かさず独立グレン隊当然の俺たちに頼らなければならなかったのが決定だ。まともな役人のすることじゃない。それはお互い様じゃないのか。まともでない役人には2種類の人間しかいないんだ。悪党か正義の味方だ。荒川さん、あんたの話面白かったよ。欺瞞に満ちた平和と真実としての戦争。だがあんたの言う通り、この町の平和は偽物だとするなら、奴が作り出した戦争もまた偽物に過ぎない。この町はね、リアルな戦争には狭すぎる。戦争はいつだって非現実的なものさ。戦争が現実的であったこともなく、ただの一度もありましたしないよ。なんだ、俺がここにいるのは俺が警察官だからだ。あんたなぜ告げの隣にいないんだ。行こうか。あれはアメリカ陸軍を開発した戦術ロボットミクスタスってやつだ。こいつは優先操縦に移動放題みたいなやつだ。この状況だとやばいですね。レーバーの攻撃を引きつけ、俺とシンシさんが周りの警備を切断し、3号機で ECM をかける。これを拠点にまとめて戦う少女を取ってもらえ。どうです。それだけ知らせてほしい。オタ全員見てろ。ノアは南雲隊長を守り続け、ヒロミはその場で一緒に消化の通りの声だから。
後ろで操作したりする人間だ。なんだ、どうしますか。Thank you.
信じきれんわ。そう思わないか。たとえ幻であろうと、あの町ではそれを現実として生きる人々がいる。それからあなたはその人たちの幻に見える。それが幻であることを知らせようとした。結局最初の構成はするのに、あの技術もしかしたら今こうしてあなたの前かけるのは幻ではない。
with hotel and other participants.